んにちは、ババアです。ジジイです。今回私たちがお邪魔しているのは箱根強羅のカラクさんです。強羅駅から徒歩約3分です。送迎バスは小田原駅西口からカラクさんまで1日2往復要予約になります。箱根連山と相模湾を遥か見渡す絶景、数々の巡り合いと温かな心、一人一人に寄り添う空間演出と訪れるたびに進化するオーダーメイドのおもてなし、オリックスホテル&リゾートの宿泊施設で上質な宿として箱根強羅カラクさんは2020年10月2日にオープンしました。自然歴史文化豊かな箱根強羅でめでたいこと良きことが久しく続くようにと辛くと命名したそうです。東棟と西棟の2棟からなる客室は全70室、全室温泉露天風呂付きの約56平米のゆったりとした和タイプと洋タイプのデラックスルームです。エントランスホールは箱根の伝統工芸の寄木細工のデザインがあしらわれた空間になっています。天然木など和の趣を感じさせる広々としたロビーラウンジです。寄木細工や焼き物、厳選したお茶やお菓子などが揃っていて、ディスプレイが美術館のようです。気になる宿泊料金は最後に発表いたしますね。ウェルカムドリンクには冷たいお茶と海苔が美味しいおせんべいをいただきました。客室棟に移動したいと思います。今いたフロントとロビーは本館の3階にあります。2階に降りてきました。こちらは客室棟に行く入り口みたいな感じですね。でこちらの棚には女性だけなんですけれども、色とりどりの可愛い浴衣が無料で貸し出ししてくれるみたいなので選べます。こちらの扉は客室棟に行く扉です。セキュリティのため鍵で開けます。ここは客室棟に向かう渡り廊下です。突き当たりに見えてきたのがゲストラウンジ阿波井です。午後の2時から7時まで、朝の7時から11時までが無料、夜の7時半から11時までが有料となります。今は無料の時間なんですが、おつまみやちょっとしたケーキとかがたくさん置いてあります。こちらはアルコールです。ワインかな。これはちょっとオードブル。ワイン、シャンパンなどがあります。こっちはビール、ウイスキー、焼酎かな。あとはソフトドリンクが、コーヒー、紅茶、お水があります。お部屋に来ました。客室棟西の208号室です。
208号室の全体的なお部屋の感じです。全体的に落ち着いてます。カーテンを開けると広々としたバルコニーと露天風呂があります。外に出てみたいと思います。セミの声がすごいですね。ここにはシャワーがあるんですけれども、シャンプーとかはありません。すごく硫黄の匂いがしますよ。温泉なんですね。西棟の2階のお部屋からの眺めです。後でゆっくり入りたいと思います。カーテンも閉めれるのでプライバシーは大丈夫です。こちらのお風呂はゴーラ温泉が引いてあります。お部屋を見ていきたいと思います。こちらは洗面台です。SDGs に取り組んでますので、アメニティ類はお持ちになるといいと思います。もし持ってこなかったとしても、チェックインの時にいただけますので安心してください。こちらにフェイシャルスチーマーがありました。ヒーター付きのタオル掛けです。外のところにはシャンプーとかなかったので、こちらのシャワー室で洗うんですね。オーバーヘッドシャワーもついてます。クローゼットにはバスローブと羽織物とエモン掛けと消臭剤があります。下には浴衣、引き出しの中には館内着と靴下、こちらはナイトウェアです。そして金庫です。ベッドは2台で、全米屈指のマットレスメーカー、サータです。ベッドサイドにはコンセントもあります。ソファーとテーブル。こちらには消毒するやつとティッシュ。Bluetooth のスピーカー。引き出しの中にはコーヒーメーカー、そしてグラス各種。こちらにはお茶とコーヒー類が入ってます。冷蔵庫にはみかんジュースとお水が入ってます。無料です。電話リモコン、iPad です。電気のお香もあります。水のテラスに行ってみます。清らかな水が張り巡らされた心地よい場所です。今の時期は風鈴が飾られていますね。次は森のテラスへ行ってみます。揺れる笹の葉、青々と生い茂る竹林の森のテラスです。今の季節は暑いですけど、春とか秋は気持ちよさそうですね。下はゲストラウンジテラスです。先ほどのラウンジにつながっています。貸切風呂に行きたいと思います。
貸切風呂は3カ所あるみたいです。ヒノキの湯、岩の湯、シルクの湯です。私たちはヒノキの湯にしました。フェイシャルスチーマーとダイソーのドライヤー、アメニティがあります。ジンジャーのジュースなどが入ってます。無料です。大勢で入れそうな大きな浴槽ですね。貸し切り風呂は有料です。1時間5000円、ちょっと高いんですけど広いですね。洗い場は2箇所あります。竹が植えてあって景観がとても素晴らしいです。大浴場は5階にあります。エレベーターを降りるとすぐに入り口になってます。夕飯に来ました。4階のムツキです。私たちは遅めの19時45分からにしました。もうね、遅い時間だったのでたくさんの人がいますね。とっても広々とした夕食会場、むつきさんですね。テーブルがおしゃれです。ドリンクメニューも見やすくてたくさん種類がありました。ドリンクは赤ワインにしました。先付けです。前菜です。すごいおしゃれですね。前菜は木のところから自分で取ってこうやって並べて楽しむみたいですよ。庭物です。お作りです。おしゃれですね。魚料理です。魚料理は3種類から選べます。シー魚です。ハモと火薬ご飯、お米は山形県産のつや姫です。食事です。最後のデザートです。ラウンジに来ました。チェックインから夜の時間がとても混んでいるので夜の時間に来ました。私たちと外人さんカップルしかいませんでした。山崎のロックとボンベイサファイアのロックを注文してみました。あら、こんなお酒こんな風に置いてもらっておしゃれですね。光ってます。夜のお風呂に入って寝たいと思います。おはようございます。今日も晴れてます。朝食は一番早い7時半スタートにしました。夕食会場と同じ場所です。ここら辺は昨日座った場所ですね。すごい広々として明るくて清潔感がある会場なんですよ。
70室あるのでもう一つ食事どころがあるみたいです。おそれ入れます。ありがとうございます。すごい、おはようございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。こちらは昨日行った水のテラスです。朝日がねすごい眩しいので障子を下げさせていただきました。高級宿あるあるですが、お箸持って帰れるそうです。ウリンの木だそうです。たくさんありますね。すごいボリューミーです。美味しそうです。こちらに宿泊した感想ですが、お部屋に関してはシンプルでとっても落ち着きます。温泉はさすがに強羅温泉なのでとっても良好です。そしてなんといっても食事がね全体的に薄味でとっても美味しいです。私のすごい好みでした。そして貸切温泉ね、有料なんですけれども結構映えな感じとお湯もとってもいいので、ぜひぜひ高いですけどちょっと入ってみていただきたいなと思いました。またコンセプトでもある一人一人に合わせたオーダーメイドそのものでした。スタッフさんそれぞれがこの旅館をすごく大事に思っているのをすごく感じた旅館です。2023年12月に熱海の方にも辛くさんできるそうなので12月に行ってみたいとは思っております。そして気になる宿泊料金ですが、1泊2食付き大人1名 43,945円でした。見てみたい場所とかありましたらコメントください。あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。